全国の皆さん、こんばんは。深夜放送部昼間を風呂したタックと、どうもどうも、だから何でも食べちゃう、どうも文人です。はい、というわけでね、タックさん、はい、実はね、私こういう方からね、ある怖い怪談を聞いたんですよ。これは何ですかね。あ、これ、はい、これはね、私のドライバー、タクシードライバー。ガチャガチャ。はい、というわけで、今日はタクシードライバーから聞いた怪談について調査していきましょう。うわー、どうだ、こんなところに死体が。で、自分で首を絞めて死んでる。はい、というわけで、このように謎の死体が発見されたことが今回の怪談というわけですね。そうです、自殺にしては不可解すぎることに加え、このように真っ黒な手形が残っていたことから、自分自身の影に首を絞められて殺されたのではないかと言われています。おーいでんすねー。信じるか信じないかあなた次第。以上、タック TV でした。ご視聴ありがとうございます。はい、OK です。はい、ありがとうございます。さっさら。よかったですね。うまく撮れてましたね。大丈夫ですか？俺は松田隼人。トリック再現系 YouTuber として活動している。こいつは相方の平山智則。そしてこの人たちは、同じく YouTuber のタックーさんと、ウンジンさん。今日はタックーさんのチャンネルの動画撮影のため、大磯にある撮影スタジオに集まった。じゃあ撮影も終わったことだし、帰ろうか。何言ってんすか、ベンジさん。本番は、ここからですよ。え、どうして鍵を閉めるんだい。ちょっと、なんで電気消すんだよ。え、全く何も見えないけど、え、ちょっとやばいね。あ、ちょっと、熱いな。え、ブンジさん、登録者10万人、おめでとうございます。これは僕たちからのささやかなプレゼントです。いやいや、すごい、いや、本当みんなびっくり、ありがとう。いや、でも10万人ですもんね。驚きましたよ。ほんの2ヶ月前まで5万ちょっとだったのに。そうだよね、もうあの子はすごい伸び悩んでてさ、あの、もうこれ以上伸びなかったらもう YouTube やめようかなと思ってたんだけど、まあそういうのをね、タックさんに相談したりとかしてたんだけどね。そうだったんですか。うん、でもね、最近はすごいバーンってめっちゃ伸びてね、自分でもすげえ驚いてるんだ。まあ、文治さんの面白さにやっと世間が気づいたってことですよ。え、今後はどんな動画撮るかもう決まってるんですか。うん、なんとあのね、水たまりボンドさんとコラボ動画を撮ることに決まってるんだ。え、水たまりボンドさんと。炭たまりボンド、水たまりボンド。いや、文治さん、それはさすがに。てか、それ炭じゃなくて普通に水でもよかったんじゃないですかね。確かにそうだね。本当にそういうとこ詰めが甘いっすよね。そうか。こうして盛り上がるうちに夜は更けていった。この時はまだまさかあんな恐ろしいことが起こるなんて想像もしていなかった。これは一体。おい、一体何があったんだよ。今見たらキッズのドアが閉まっていて。確か昨日はタックーさんがキッチンに泊まったんだよな。これタックーさんの手じゃないかな。あ、そういえばいつも生命線長いって自慢してましたもんね。そうだよな。タックーさん、タックーさん。ダメだ、押しても引いてもびくともしない。はい、鍵がかかってるみたいで。こうなったらドア破るしかないかな。そうですね、頑丈な鍵じゃないんで体当たりすれば壊せるはずです。やりましょう。やろう。せーの。くそ、もう一回。せーの。死んでる。嘘だろ。タックさん、どうしてる。一体誰がこんなことを。どういうことだ。ドアには鍵がかかっていたはずだ。窓の鍵も閉まっている。
誰も出入りできない。死体の首とドアにはタックーさん本人の手形。やはり自殺？いや、自分の首を絞めて死ぬなんて本当にできるのか。ん？鍵の金具、体当たりで外れて吹っ飛んだのか。そんなはずないじゃないですか。影なんかじゃありません。これは人間の犯行です。え、松田さん分かったんですか。ああ、犯人はこの中にいる。ちょっと待ってくれ松田さん、この部屋は内側から鍵がかけられてたんだよ。いや、それは違います。これを見てください。これは鍵の金具ですか。体当たりした時に外れたんですね。俺もそう思った。でもだとしたらもっと変形してるはずじゃないか。確かに金具は体当たりで外れたんじゃなく元から外されていたんだ。つまり俺たちがこの部屋に駆けつけた時本当は鍵なんてかかってなかったんだ。え、なんだって。でも押しても引いてもびくともしなかったんですよ。ああ、でも考えてみろ。このタイプの鍵ならドアノブを回して押したり引いたりすれば多少ガタガタ動くはずだ。だがそれがびくともしなかったってことはドアは鍵ではなく何か別の方法で固定されていたってことだ。別の方法？それは一体どんな方法なんだ。接着剤です。接着剤？え？見てください。ドアの隅の方、ところどころ白い汚れのようなものが付着していますよね。これは接着剤が固まった跡です。つまりドアは接着剤で固められて開かなかったんです。ちょっと待ってください。だったら犯人は接着剤を所持している人物、つまり文人さん、あなたが犯人です。あなたの取った行動はこうです。何か用があると言ってこの部屋を訪れ隙を見てタクーさんを殺害。お前のせいだ。タクーさんの手に墨汁をつけ手形をつけた後鍵の金具をドライバーを使って外しドアの隅に接着剤を塗りドアを閉めた。あとは接着剤が固まるのを待てば密室の完成です。そうですよね文人さん。その通りだ。でも文人さん、一体なんでこんなことを。本当はお礼を言うためにこの部屋に来たんだ。でもたまたま開いてたタックーさんのパソコンを見て知ってしまったんだ。私のチャンネルの登録者の急増が実は全てタックーさんの力だったってことをね。そしたら急に自分が情けなくなって慌ただしくて、気がついたらタックーさんの首を。ああ、どうしてこんなことしてしまったの。だからいつも言ってるじゃないですか。いつも言ってるって何よな。これ爪に塗って舐めてみてください。後悔？ん？ん？これは爪が甘い。爪が甘い。爪が甘い。タックさん、タックさん、タックさん生きてたのかい。いや、殺すんだったらちゃんと死んだかぐらい確かめてからにしてくださいよ。すまない、タックさん、許してくれ。君はこんな才能のない私を助けようとしてくれていたのに。文治さん、コメントちゃんと読んでないでしょ。え？ちゃんと全部読んでくださいよ。はい、これ。これは登録者が増えたのは間違いなく文人さん自身の力です。そんなことにも気づかないなんて相変わらず爪が甘いですね。タックさん
こうして事件は幕を閉じた。怪しい影は消え去り、明るい朝日に照らされた友情が確かに残った。